長井豪、長井豪、長井豪、本名、長井清。1945年9月6日体は、日本の漫画家。石川県輪島市出身。血液型は、O 型。石森章太郎のアシスタントを経て、1967年、目明かしポリ地でデビュー。代表作に、ハレンチ学園、アバシリ一家、デビルマン、マジンガー Z、キューティーハニーなど。 少年漫画の世界に、性やバイオレンスの表現を大胆に取り入れ、後続の漫画家に大きな影響を与えた。ナンセンスなギャグ漫画から、シリアスな劇画までシームレスにこなすという点でも、異色の存在ある。また、1972年のデビルマン以降、多数のテレビアニメ作品に共同企画者、原作者として関わっている。1980年、スゴの王により、 第4回講談社漫画賞を受賞した。1996年より1999年まで日本 SF 作家クラブ会長、2005年より大阪芸術大学キャラクター造形学科教授を務める。また、2009年より手塚治文化小専攻委員を務める。現存する四大週刊少年誌、週刊少年ジャンプ、週刊少年マガジン、 週刊少年サンデー、週刊少年チャンピオン及び、休刊した、週刊少年資産誌、週刊僕らマガジン、週刊少年キング、週刊少年宝島すべてに連載経験を持つ、唯一の漫画家でもある。石川県輪島市に生まれ、1952年から東京都豊島区に住む、豊島区立大塚大小学校、現豊島区立とも小学校から、 西菅野中学校を経て、東京都立板橋高等学校を卒業。幼少期に手塚治虫のロストワールドを読んだことをきっかけに、漫画家を志すようになる。高校卒業後、早稲田ゼミ、予備校に通っていたが、3週間止まらない下痢に、悩まされて、大腸がんと思い込み、自分がこの世に生きていた証として、漫画作品を残そうと決意。 後大腸カタルに過ぎなかったことが判明して難な,なく、感知したが、この時の決意をきっかけとして、当初予定していた、大学進学を断念した上で3ヶ月の、老人生活に終止符を打つ。その後1年半出版社へ、原稿の持ち込みをするが掲載に至らず、編集者から漫画家の先生に見てもらうよう勧められる。はじめは、手塚プロダクションに出向くが手塚に会えずがっかりして、帰ってくと、 石森翔太郎、当時、石森翔太郎が原稿を見てくれると言われ、その後すぐに手伝いと言われたので、石森の下で働くことになる。石森が持っていた SF テイストや、キャラクターメイキングの方法論は、非常に長いに近いものだったようで、石森も自分が世に出た時期が早いだけで、同じ感性の中で物を探していると彼をしている。この時期の石の森アシスタントには、野口竜。 桜田五作がいた。長井自身は、ストーリー漫画、特に SF 志望だったが、石の森のアシスタントが多忙を極めストーリー漫画を描いている時間がなく、デビューの早道として比較的ページ数の少ないギャグ作品に挑み、アシスタント業の傍ら、持ち込みを続けていた。1967年、テレビアニメ、ちびっこ怪獣、ヤダモン。 P プロ漫画家企画を担当することなり、この腕ならしとして、ギャグ短編、目明かしポリキチ」を僕らにてデビュー、続いて、ヤダモンの連載とともに、ギャグ漫画をコンスタントに描く。この頃、週刊少年マガジンの依頼で執筆した、ジンタロサンドカサが、5週連載となり高い人気を獲得するが、これに、赤塚不住が反発して編集長に抗議した結果、内定していた、 正式連載の企画が没となってしまう。さらに赤塚は長井を呼び出し、ギャグの主人公はすごく健全でなきゃいけないのに、なんで人殺すのやるんだと言って怒ったという。しかし、この経験から、赤塚先生が描かないようなものを突き詰めて描けば、良いと、長井は、スラップスティック、エログロナンセンスを多分に織り込んだ、ギャグコメディ作品を描き続けことを決意する。その後、 デビュー間もない長井の才能を早くから高く評価していた秋田書店の名物編集者で当時、冒険王の編集長であった壁村大さんは長井に働きかけ漫画を似て初のオリジナル連載である孫っ子金ふとしを掲載する。この時に壁村がアシスタントとして紹介した青年が後に長井の右腕となるヒルタミツルであった。デビューの翌年、 1968年、新創刊された、少年ジャンプ、後の、週刊少年ジャンプに、レンチ学園を発表。奇妙な紛争に身を包んだ教師たちといたずらを愛する、生徒たちの破天荒な常を描いた、この作品は、元宮博作品と両輪で同志を牽引した。ただしこの作品のヒットによりさらに、ギャグ漫画のイメージが定着し、仕事の依頼もギャグものが多かったという、 この中で、当時の小学生を中心とした、流行風俗、スカートめくりを扱った、猛烈ごっこの巻が、サブカルチャー一般に対し行われていた PTA の抗議活動に取り上げられ、子供に悪影響を及ぼすセクシュアルな作品の代表格として、球団の対象となる。新聞史上、テレビのワイドショーなどで名指しつつ、時に、長い自身を、目の前にして、本人曰く。 人格否定までされるほどの球団活動だったという。ちなみに本人が出演していた番組収録が終わると批判していた PTA の女性陣が若くて童顔だった長井を見て印象が変わりサインをもらいに来たという。しかしこのバッシングが結果的に長井が時代をつかむきっかけとなる。ハレンチ学園で登場人物すべてが戦争で殺し合う描写に始まり、網走一家。 1969年から1973年、学園退屈男、1970年など、この時期の発表作品の中で、その球団活動そのものを、メタフィクション的にパロディ化、権力が振るう、正義とは自由に生きる個人を押し潰すものとした上で、権力側も抵抗する個人の側も互いに振るうのは、暴力だけという、長い作品の根幹をなす、地獄絵図を描き出すことになる。 さらにこの時期、シリアスなストーリー作品も手掛け始め、差別とそれに対する復讐を描く、鬼マイナス -2889 年の判断マイナス。1970年、アイデンティティ崩壊の危機を描く、崩れる。1971年、親と子の絆が崩壊する。進むちゃん大ショック。1971年など、いずれも、人間自身の存在意義を問い直すような SF を、 発表した。その一方、常識を反転させて、笑いに結ぶ長いギャグ漫画としては最も先鋭化した、ものの一つ、おもらいくん、1972年も描いている。それと共に、SF 作家の間で注目され、1970年の SF 大会で、筒井康隆を初代会長に、長井豪ンクラブが設立される。長井のさらなる飛躍となったのは、東映動画とネット、 後のテレビ朝日にてアニメ化された代表作デビルマン1972年代である前年発表の魔王ダンテを元にした作品との依頼だったこの作品では神が必ずしも絶対以前ではないという着想が描かれていたがアニメデビルマンは悪魔と合体しながら苦悩しつつ人間であろうとする斬新な設定の主人公をベースに ヒーロー作品としてリメイクすることを依頼され、企画したという。ただし、当時、魔王、ダンテの掲載誌編集長であった、内田マサルの辞書などによると、そもそもヒーローコミックとして位置づけていたという。アニメと同時に、漫画連載、週刊少年マガジンされた、この作品では、悪魔による、侵略、種族の存続をかけたヒーローの戦いを描く。 ゴシックホラー調から連載中期以降は人間同士の信頼感という常識が崩れていく展開へと移っていく同じ人間の手によるヒロイン殺害というハレンチ学園の時すら避けられていた衝撃的な結末をもって後に SF 漫画のスタンダードと数えられる作品となった以後長屋を中心としたダイナミックプロの企画人は投影動画とのタッグで 本格的な操縦者登場型ロボット作品のパイオニアマジンガー Z、1972年隊妖怪モチーフのドロロンエンマくん1973年隊戦うヒロインの草分けキューティーハニー1973年隊初の合体ロボット作品ゲッターロボ1974年石川県と共作などの作品群を生み出し ヒットキャラクターメーカーとして1970年代を駆け抜ける。ことに、マジンガー Z では、玩ングメーカーバンダイ、ポピーと出会い、玩ングブランド、超合金をはじめとした商品展開と漫画アニメ、グラフ記事など連動した講談社、テレビマガジン市場企画として展開され、この分野の推進役としても重要な役割を果たした。 ここで毎回の企画記事を構成していたのがダイナミックプロと共にアニメ企画、半券管理会社として設立されたダイナミック企画である。無敵の超合金や無人造な夢の格子力エネルギーなどは科学来算、成長幻想の産物だが、漫画もアニメも作品自体はそれに冷や水を浴びせるかのような描写型、ビたなされ、その超人的なパワーを敵を倒すために使うか、 自分の欲望のために使うかは、主人公の自由という、本質的には、正義も悪も振るうのは、暴力という一貫したテーマが見て取れる。長井とダイナミックプロのアニメが、次々と放送される中、長井自身の漫画作品は、むしろ、それとは全く違う展開をしていた。1973年には、後に掲載雑誌を変えながら2005年まで発表され、続けて、い、 地震で崩壊した世界が再生の道を探りながら混沌な暴力の渦中にあるバイオレンスジャック、それとは全く逆に個人の内面が現実世界に影響を与え、鬼の世界を現出させるテテンドーゴなどの電気 SF を描く。その間にギャグ漫画としてもおもらいくんの学園漫画版として始まりながらエロチックなギャグと悪ノリで暴走した挙句。 デビルマンのような人類滅亡をまたも起こす。いやはや南ともとも1974年代や、体罰が日常茶飯事な学園で、顔を隠して体隠さずと、マスクとマフラー以外は、全裸という蒸気を一した究極のヒロインが戦う。結構仮面、1974年代、男子生徒が女子として、学園生活を送って、騒ぎを起こす。オイラ、女番、1974年代など。 常識をあっけらかんと覆す世界も展開した。1979年には青年漫画誌の誕生とともに得意のエロチックギャグ作品花びらわずか原作小池和夫をいち早く連載する。少年誌では学園漫画という舞台で初恋の相手がレープという屈辱を受ける性表現の限界に挑みながら一個人の内的世界が現実を破壊し尽くして しまうという超能力漫画、スゴの王を発表する。この、スゴの王により1980年、講談者漫画賞少年部門を受賞する。しかしこの作品は、主人公の怒りと悲しみが世界を破壊したところで、唐突に終了する。長井はそれをあらかじめ決めていた流れと語ったが、読者の間では、必ずしもそう受け止めるばかりではなく、賛否両論であった。 このように読者の判断が賛否に分かれる例はデビルマンと繋がったバイオレンスジャックのラストや講談者の企画主導で一種のパラレルワールドとして始まりながら長井の悪魔モチーフ作品を大きくまとめ上げたデビルマンレディの展開でも繰り返され自身の言うように先を決めずに連載しながらその後の展開を読者の反応と共に作っていく長井の作風から生まれる特徴であった プロレスの星アステカイザー、1976年で関わりを持った新日本プロレスとは、1980年代後半にビッグバンベーダーのコスチュームデザイン、重心サンダーライガーなどのタイアップを行った。1997年銀座にて、長井豪元画店、続く1998年、長井豪と正紀末店という企画展が模様され、それまでの漫画家、 アニメ企画者としての長いの業績が初めてまとまった形で再評価された。またそれ以後、その卓抜したキャラクターを他作家の筆により展開させた、ネオ・デビルマン、複数作家共作、アモン・デビルマン目白く,く、異国優、キューティー・ハニー・エイ・ゴー・ゴー、伊藤・慎平、ヒ野アンノ・ヒデ・アキ、マジンガー・エンジル、ニーナ・アキヒコなどのプロデュース作品も生まれている。特に、 ダイナミックヒーローズ、カズ和ロは1970年代の長いヒーロー作品があえて投影動画のタッチで描かれるという試みがなされており、往年の作品の影響力をうかがわせた。長井自身は21世紀に入って、歓暦を迎えても、少年史から青年史と広く作品を発表。それまでに描いてきたホラー調作品やギャグ漫画、ロボット作品などのほか、 伊達政宗、北条ほ雲、前田利家といった、戦国時代に実在した人物の漫画家に挑むなど、旺盛な漫画家活動を続けている。2010年5月からは、週刊漫画娯楽にて、デビルマン執筆時のエピソードを、多少の脚色を込めて描く、ゲッキマンの連載を開始、一時の救済を挟み、2012年に完結した。基本的に長井は、自画像を、 ギャグタッチで描いており、自分自身をシリアスタッチの漫画に描くことには抵抗があったが、編集部より、不動明のようなハンサムに描いてくれと割れて承諾した。2009年、故郷の和島市に長い号記念館が開館。当地に存在する石川系観総合条例その他、関係条例への適合が図られた町屋風の、 外観となっているが、中へ入ると雰囲気が、ガラッと変わり長いゴーワールド全開で来場者を迎え、毎年開館記念日には記念イベントを行っている。2012年3月10日より、能登鉄道の NT211 号車に、長いキャラクターが描かれた、ラッピング車両が運行を開始した。3年間の運行予定だったが、それ以降も運行は継続しており、 長井号記念館の宣伝も兼ねている。2016年、第25回日本映画批評家大賞、アニメ部門ダイヤモンド大賞を受賞する。2018年、長井執筆の全作品が第47回日本、漫画家協会賞文部科学大臣賞を受賞する。長井は一般に、手遣い語といわれる戦後期に、新聞漫画、書店、貸本店作品といった、 様々な形態の漫画作品を読者として経験した上で送り手となった最初の世代の漫画家である。例えば自身も影響を受けたと語るように手塚的なディズニーの影響下にある文法とともに白土三平的な筋肉を持ちちの出るリアリティを持った形式も投下に受け取っている。長井のデビュー当時にあった他の漫画文法と比較すると長井のタッチはリアルとギャグ両方の要素を持った 独特のデフォルメである。また歌手本、赤本時代の単行本をまとめて読ませるタイプの作家とは異なり、主に週刊連載という形式で引っ張る作風をメインとしている。コマ割りが大きく1ページ内のコマ数が少なく、コマ枠も登場人物も線が太い。字にはセリフや擬音ばかりか、登場人物までもがコマからはみ出す。1コマが見開き2ページにも及ぶこともある。 ストーリー展開は早く、セリフもわかりやすく、明快、メカや背景もリアルに描かれている。それでいて、劇画ではない。こういった生産性を上げつつ、画面を格好良く見せる手法は、石の森のアシスタント時代に培われたとされ、長井が一般的にしたとも言える。このような作風に、高橋留美子は大いに影響を受けたと後に述べている。また、長井は、 ギャグ漫画から始めたせいか、シュビアなストーリーの途中にユニークなキャラクター性を持った登場人物の行動や発言など主人公すら巻き込んでしまうギャグのシーンを入れてまうということを初めて完成された形で持ち込んだ。昭和40年代に漫画の書き方としてキャラクターを作り上げてそれが動き出してストーリーが本格展開するという概念で説明し、それで 自作の展開を説明した。これは一般ファンに向けて明快に語られたものとしてはおそらく初めてであろう。また一時期の長いは非常に多作であり、さすがに五週で挫折し四本に減らしたものの、週刊連載を五本こなしていた時期もあった。これは長い自身、手塚治も、石森章太郎も成し遂げていない気かもしれない、としている。 デビルマンに重き大き仕事量を減らした時期でも、月産400から500ページをこなしていた。筆の速さはやはり多作であった、石森翔太郎のアシスタント時代に養われたもので、あるようで、限界まで仕事を受けてしまうことについては、やはり石森の来た仕事を断らないのがプロだゆう教授の影響と、7歳も年上の師匠に負けていられない、という思いがあったという。 だがこれだけ仕事をこなしても経費がかさみ、長井自身の収入はおそらく同年齢のサラリーマンよりも低かったとしている。一番の問題は人件費で1972年頃のダイナミックプロにはマネージャー3名、経理2名、アシスタント15名がおり、さらに漫画家デビューしたアシスタントのアシスタントまで出入りしていたという。長井は漫画家でもけ、OK、ようと思ったら、 小規模にコツコツこなした方が良いとしている。70歳を迎えた2015年の時点では、連載3本は辛くなり、2本に減らしている。これらのほか、短編が多数存在する。これ以外に1990年代末期に制作された、デビルマンレディのテレビ放映を契機として、ゲッターロボシリーズや、マジンガーシリーズなど、漫画のアニメ化や、大人が見ても耐えうる。 OVA 作品の制作も順次行われている。他、1970年代から1980年代にかけての長い合原作のアニメ作品の多くは、すでに発表された漫画作品をアニメ化したものではない。まず、テレビアニメの企画が最初にあって、アニメ制作会社などからの依頼を受けた長いが、ストーリーや設定を考案し、原作者の役割を果たした。 永井の作品のアニメは明らかにロボットものを含め SF 作品が多い。それらは子供向け作品であってもセクシュアルさや過激なバイオレンスの要素を十分に含んだものであり、若年層の抱く欲求を空想科学作品というオブラート付きで満たすものだった。マジンガー Z が当時スペインでの最高視聴率80%を UFO ロボグレンダイザーが フランスで放送された際には最高視聴率100%を記録したという逸話もあるほど当時日本で放映されたテレビアニメ作品ですら諸外国にとっては新鮮で画期的でかつセンセーショナルであった。東映自体の企画なのか長いやダイナミックプロ側の発想なのかは不明ではあるが映画版のみの特別編マジンガー Z 対デビルマングレートマジンガー対 ゲッターロボなどといった一連書作品も当時の子供心をくすぐる企画であった。こういった異なった番組の主人公が同じドラマのストーリーの中で絡むという発想は手塚治譲りであり、それ以上に自作のキャラクターを自在にもてそぶスターシステムは彼の売りとなった。長井の率いる漫画プロダクションが1968年設立の 株式会社ダイナミックプロダイナミックである。それまで漫画家による制作組織というのは個人事業主である漫画家が外注としてのアシスタントを雇う方式や都定制度としての師匠と弟子の関係の者のが協力し合って制作する方式が一般的であった。しかしダイナミックプロでは一般の会社と同じように弟子の漫画家も社員として対等に扱い、 雑誌社とのマネジメントも言って社員に自らの作品を発表するチャンスを与えるという当時としては画期的なシステムであった。そのためダイナミックプロからは数多くの優れた漫画家が輩出されることになった。時期や作品により長井とダイナミックプロとの距離感は様々であるが初期においては長井自身の思考で最初の読者であり作家性に激しく影響を与え合う。 プロ作家集団であり、アシスタントもするという位置づけだった。また、作品によっては、長いなでありつつも、かなりシステマティックに互いの得意領分を担当し合いながら作られたものもある。極端な例では、幻六郎というプロ内の特定ユニットとしての集団ペンネームを用いた場合もある。実際には、漫画家だけでなく文筆家としての作家も、ダイナミックプロには所属しており、 例えば長井の実景である長井康隆高演寺白や、長井豪ファンクラブからプロとなった段達彦も漫画原者作家としてダイナミックプロの一翼を担ってきた長井の多くの作品にとダイナミックプロと付けられているのは彼らプロ集団が全体として企画を形作り作品を生み出す作家表現へと修練してきたことを意味するただ その関わり方としては、着想の一アイデアから場合によっては、原作やペン入れ、通常のアシスタントなど多岐にわたり、一つのメソッドに基づいたものがあるというわけではない。5. おさむき